アミヒラタケは、猿の腰掛けかタマチョレータケ属の菌類。英語圏では、ドラヤード、エッサドルやフェゼント、エスバック、マッシュルームという名前を持っている。ドラヤード、エッサドルは、ドラヤードの蔵を意味しており、キリシア神話のドラヤードがこのキノコの上に座るのに、ちょうど良いと想像したと考えられる。フェゼント、エスバックマッシュルームは、キジの背中という意味であり、これは、 傘の部分の色の一致や見た目の一致に由来している。一般的に傘の直径は8から30センチメートルで、厚さは10センチメートル程度にまで育つ。色は黄色から茶色であり、表面は鱗に覆われたようになっている。傘の裏面は多孔金の特徴である、小さい穴の開いたスポンジのような状態になっている。柄はもっぱら太くなっている。方子紋は白色である。 1>, 1個で見られることが多く、群れている場合は2から3個で生えていることが多い。棚のような形を形成する。若い標本は柔らかいが、老いてくると硬くなっていく。このキノコは一般的な種であり、後半に分布している。アメリカ合衆国では、ロッキー山脈から西、ヨーロッパではほぼ全体に分布している。大抵は春に生え、秋にも見られることがある。それ以外の季節では、 見ることは稀である。アミガサタケを探している時に見かけることができる。アミガサタケもアミヒラタケも春に生え、同じような時期に出現する。森林の生態系で木を分解する重要な役割を果たしている。特に朽ちたニレの木や生きたカエデノに生える。しかし、稀に生きた木に寄生して生きているものも見られる。植物を木化するリグニンを分解できる特性を持っている。 無毒にもかかわらず、若くて柔らかい場合を除き、一般的には食用に価値を見出しにくい。料理本では、一般的に若いものを集めて、小さく切り、弱火で調理することを勧めている。この種や他の玉ちょタ竹族から厚く硬い紙を作る人々もいる。スイカの皮のような匂いを放つこのキノコを調理する方法の一つに、茹でてシュガーシロップにつけた後、 冷蔵庫で冷やすことで、スイカ風味の飴を作ることが挙げられる。ありがとうございます。